で、じゃあ続きやっていこうと思います。今回はね、前回か、オートインフェリアに到着してね、散策がまだだったので、そこからって感じかな。じゃあちょっとこの話が気になってたんだよね。セレスティア人について。セレスティア人の容姿。セレスティア人は全身が獣のような体毛で覆われておる。その顔といったら身の毛もよだつほど恐ろしい形相だそうじゃ。セレスティア人の能力。セレスティア人の指先には長く鋭利な爪があり、岩石さえも切り裂くという。インフェリア人の肉体など瞬きしておる間にみじん切りにされてしまおう。これなんかデマじゃね。セレスティア人ってあれだよね、メロディーたちのことだよね。メロディー全然違うんだけど。文明。セレスティアには秩序がない。殺戮と破壊に満ちた世界じゃ。そんなところで文明だと気づけるはずもない。ほー、まあセレスティア人アンチというか、まあ、知らないからこそ勝手に言ったよって感じかな。インフェリア人を不幸に陥れること。インフェリア人が苦しみ嘆き悲しむとき、奴らはこの絵もなく喜ぶのじゃ。もう言いたい放題ですね。まあ、信じない方がいいですね。話半分って感じで。鍵がかかってる。なんか喧嘩してるんだけど、王様の方が偉いに決まってるさ。王様はこの素晴らしい国インフェリアを作ったお方なんだからな。この世界全体を作ったのはセイファート様だ。エターニアがなければインフェリアだって作れなかったはずだろ。ほう、なんかくせえやって感じだけど、不戦勝って何。あ、これは戦い方ガイド。そんな軽装備ではこの先持ちませんよ。あ、装備屋さんね。はい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 。チェーンメイルちょっと買っと、あれ、あ、持ってるよね。ホワイトクローク、アイアンリスト、じゃあメルディーに。ラウンドシールド買っとくか。はい、オッケーオッケー。じゃあ装備変えます。あ、いいね。ラウンドシールド、あとはメルディか。はい、太平楽。ここは何のお店。小石のかけらって知ってる？水色のかけらとか緑のかけらとかいろいろな色があるんだけど、クレメルケージに使うと奨励の活力。ああ、そっかそっかそっか。はい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 。クレメルケージってか奨励のパワーアップアイテムだよね。何？あ、ここはアイテム屋さんか。装備買っちゃったからな。親の反対を押し切って都会に出てきたのはいいけれど、ねえ、なんか仕事ない？いきなりそんなこと言われても。どんな仕事でもするから。ただし汚れようのとか痛いのとか疲れようのとかは嫌だけど。もうダメじゃん、何もできない。ラッシュはなんで見役。あ、この人、あのラッシュはにちょっとなんか思い入れがある人ですね。武勇伝王立闘技場。ちょっとまだ戦わないけど入ってみるか。闘技大会で優勝すれば相当な額の賞金がもらえるらしいぞ。ほう、金策はやっぱり闘技場になるのかな。だって、王様に話しに行くんだよね。この世界が危機に陥っているぞみたいな。ダッサー。は？その服何？田舎者丸出しじゃん。は？これしか持ってねえんだよ、悪いか。リッド、やめなさいよ、子供相手に。あ、この人子供なの？私あんたのこと言っただけだもん。なんかさ、見ず知らずの人のさ、容姿のことをけなす人って最低だよね、ほんと。うん、食材屋さんか。こっち
側行って、こっち王立劇場、王立劇場まだ見てない、入れる、あ、そっか、ここ教会か、そうだ、セイフアート教会、あれ懺悔ないの、ベルセリアさ、パーティーメンバー一人一人なんか懺悔とかって面白かったよな、あれ。さ、王立劇場。ウルタス V 物語。第一幕10ガード。じゃ、ちょっと見てみる？はい。わあ、ちょっと劇を見るわ。ノクラは知っていて、今度行われる舞踏会で伯爵の求婚相手がお披露目されるらしいわ。まあどなたかしら。またまたしらばっくれてもダメよ。おめでとうは少し気の早いご挨拶かしら。あらいけない、立ち話が過ぎてしまったよ。本当ずいぶん黒くなったわね。クララお気をつけて。それではごきげんよう。第一幕ってことは続くんだよな。なになになに、え、お嬢さんお待ちなさい。今のままでもよろしいのですか。悪魔のささやきか。あなたの未来は本当はもっと違うところにあるのでは。貴族令嬢ばかり狙いやがって。またあいつか。昔々の物語、とある町は不穏な空気に包まれておりました。貴族の令嬢たちが何者かによってさらわれる事件が相次いでいたのです。あ、クララさらわれちゃったのか。あ、急に消えたか何って思ったけど、令嬢たちの行方は、用として知れず、犯人が残した唯一の手がかりは、ウルタス V という名前。あー、で、これ第一幕終わりなんですね。続けて見れるのかしら、物語。全8幕マジか。アナ役の子かわいいな。え、第2幕見れます。あ、あった、50、あ、どんどん値上がりしてくのか。じゃあ50ガルド払う。令嬢はさらわれちゃったんですよね。え、貴族令嬢連続誘拐事件は彼ら平民たちの間でも噂になっているようです。誘拐犯がまたウルタス V を名乗ったそうだな。きっと何かの罠よ。平民にお優しい覆面剣士様としては、へえ。いやいや、二面性のあるお方かもしれんぞ。金持ちにはとことん冷酷になれる殺人鬼とか。ルーカス。さあ、なんだろうな。あ、俺そろそろ帰らないと、あのお嬢様に新鮮な魚を食べさせる約束したんだ。感覚なんかさ、なんかこのルーカス怪しいわって言ってた人いたよね。ルーカスのやつに聞くのが間違いだった、意見なんてあるわけない。バカがつくほどのお人よし、天然すぎるボケっぷり。あれじゃおてんば嬢様にいいようにこき使われても仕方ねえよな。ところでマースはどうかしたのかい。親父さんの借金がかさんじまってな。あと3日以内に払えなかったら身売りだと。土地払いの。え、貴族には貴族の、平民には平民の事情というものがあり、それぞれの生活に悲しみが潜みます。それが人の世というものです。ウルタス V が潜む場所はどこなのでしょうか。あー、で第二幕終わりか。もう今回はちょっとこの辺にしておくか。今回は王様に会いに行くのが目的ですからね。
はい。ありがとうございました。で、お城はここか。来た、インフェリア城。あ、橋かかっとらんやんかい。こんにちは。なんだ。あの王様に会わせてもらえませんか。王様に？インフェリアの一大事なんだ。詳しくはこの論文を読んでくれれば分かる。一刻も早く王へのお目通りを願いたい。無礼者メロヤにぶち込まれたいのか、それともこの場で手打ちにされたいか。わあ。かわいいメロディペコって。 まあやっぱそうだよね。急に来て会えるわけないか。万兵なんて所詮あんなもんだ。体ばっかり鍛えてるから脳みそまで血が回らない。あれでは偉大の方が気の毒だよ。偉大、偉いってこと？そうだよ、だって王様だもん。どの辺で偉いか？これだから困るんだ、セレスティア人は。あ！なんだよ！王は神聖にして崇高な存在なんだ。僕たちのような普通の人間とは根本的に違うんだよ。メロディ、セレスティアに王様はいないの。いない、みんなで一緒、特別な人なんていない。セレスティアにはいないんだ。セレスティアが野蛮なのは王による統治が得られなかったことが原因と言えるかもしれないな。ある意味同情の余地はある。むっかーって野蛮じゃないよ。んなこと話しててもキリねえだろ。それよりどうすんだよこれから。王立天文台。あ、キールが就職したいところや。そこの一番高い建物のこと？そこには世界一の精度を誇る望遠鏡が設置されている。それを使わせてもらえればグランドホールが真実か否かを客観的に証明できるはずだ。今度はちゃんと建物の中に入れんだろうな。王立天文台には世界中から優秀な学者が集まっているんだ。力バカの万兵とは違うさ。はい、だってじゃあ王立天文台入るか。ちょっとね、スケートあるかどうか見てきたんだけど、なかったですね。だからまあそのままストーリー進めちゃっていいかなって感じ。勝手に入って大丈夫か？大丈夫じゃなかったら誰かが注意してくれるでしょ。わらちゃんのこういうとこ好き。なんだこりゃ。古代天球儀メルニクスの時代に作られた世界構造を表す模型さ。昔の人間はなんでこんな突拍子もないことを思いついたのか、実に興味深いよ。はーん。これは？これはなんか粘土みたいな。なんだこれ？これは？クラウディオゾシウモス。なんだこりゃ。この王立天文台の台長。同時にインフェリア学会の最高権威とも言える人物。へえ。ほーん。興味なさそう。ゾシモスは世界で初めて地表からオルバース海面までの高さを測定することに成功した。その距離は30カランゲ。カランゲって何？ 単位だと思うんだけど、セイファートリングの直径は30カランゲと考えられている。右回りにゆっくりと回転しており、その周期は1日の長さと一致している。へえ。ダーニア世界は恒常的なものなのだろうか、それとも長期的に見れば変化しているのだろうか。さっぱりわからん。天かける大樹。これもあれかな、デスティニーかな。太陽がオルバース海面上にあるなら、なぜ同じ時刻に同じ方向に見える。なぜ同じ長さの影ができる。観測助手募集。視力に優れ、手先が器用で、計算が早く、辛抱強い方。お！どうですか、キールさん。光の橋に関する伝説と真実。はあ。あ、この先行けないんじゃ。あ！ 無理やり通るんかい。おい、キール、関係者が立ち入り禁止みたいだぞ。もう僕たちは十分関係者さ。ん？あ、ですよね。
観測室に行かせてほしい。どうしてもここの望遠鏡を使いたいんだ。インフェリアとセレスティアの距離変化を計測したい。距離変化、インフェリアとセレスティアの距離が変わるわけがないだろう。わざわざ調べるまでもないことさ。定期的な観測、定期的な計測はやってるのか。定期的ではないが、確か 2年前、さすがに開けすぎじゃない。変な言いがかりは用してくれ。計測はすべてゾシモス大長の指示で計画的に行われているんだ。ならせめてこの論文を読んでくれ。光症例理論に精通している人間なら分かってくれるはずだ。あー、ポイされちゃった。出よう。衛兵呼ばれるのはまずいだろ。おお、冷静ですね。キル、まだ道はあるさ。なんやこいつ。おい、ちゃんと拾っとけよ。キールの書いた論文。あ、この人がゾシモスさん？読め読め、下に散らばってる書物を。ああ、ダメだ、王にも会えないし、望遠鏡も使わせてもらえないし、どうすんのよ。詰んだな。あんな物分かりの悪いやつが最高学府の研究員とは聞いて呆れる。キール、他人を責める前に自分の失敗を反省すべきじゃねえのか。さっきからお前の予想外れっぱなしじゃねえか。喧嘩しないこら。あ、これ何言ってんの。キールはメルディと世界を助けようと頑張ってくれてるんだよね。ありがとうファラちゃん、これはいい攻撃でしたね。王様と繋がる道が他にもあんのか。セーフアート教会、ああ、はい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 。ついに神頼みか。教会はセーフアートリングを信仰の象徴として崇めている。そこに現れた異常に気づいていないはずがない。今度こそ大丈夫だ。はいはい。キールちゃんと次の手を考えるのすごいよね。偉いと思うわ。セーファート教会は最初の方で行きました。ここですね。このガラスとっても綺麗。創造神セーファートを描いたステンドグラスだ。かわいいクッキー。キューッ。礼拝中すまない。大司教に話があるのだが。大司教ガルバーンには私だ。ここにじゃ。かまわぬ。それより話とは何だ。セーファートリングの異常についてです。ほう。セーファートリングの中に見える黒体が最近毎年300ランゲの速度で増大しているのをご存知でしょうか。無論黒体の変化は教会も把握しておる。知ってる。実はその変化ですがグランドフォールの影響と思われます。インフェリアとセレスティアが接近しつつあるのです。このままでは両世界の衝突は必至です。ぜひこのことを王に進言して、この大田分けが、セーファートさんも再臨の吉兆、国体をそのような厄災に見立てるとは何たる不届き者。国体でめでたいのかよ。こういうことか。大学で僕の理論が相手にされなかったのは。皆の者、こいつらを捕らえよ。永遠に引き渡せ。やばいことなっちゃったじゃん。よし、出てきたぞ。捕らえろ。あ、嘘でしょ。しまった。やだやだ、怖い。フジオケバームティティドゥヤーテ。リット、どうしよう。どうするったって。ああ。俺がインフェリア城衛兵長ロエン・ラーモアだ。観念しろ。無駄な抵抗は士気を早めるだけだぞ。俺たちをどうするつもりだ。世界の破滅などという邪説を街中で流しやがって。王の前でひざまずけ。そして直々に死刑判決を受けるんだ。
考えてもみろ。王に謁見できるチャンスなんだ。きれい。死刑判決を受けるためにな。一発逆転してみせるさ。わかった、期待してるからね。頼むぞキール。期待な。照れてる。約束する。降参だよ。